HMSM1 とは、イギリス海軍の潜水艦である。この艦は、第一次世界大戦の終結直前に4隻、発注された M 級潜水艦のうちの1隻である。1925年、この艦は全乗員の喪失と共に沈没した。本艦は、当初の目的において、モニター潜水艦を置きとしていたが、これらの艦の用途は、詳細な設計が始まる前に変更された。 M1 は12インチ砲を装備しており、この目的は、雷撃に先立って、水上艦に対する砲撃を行うことだった。当時の議論では、艦艇の戦闘において、1000ヤード以上の距離で、魚雷発射が行われたケースは知られていないとされていた。区画を示した模型、ロンドンのサイエンスミュージアム収蔵品、12インチ砲塔部分を示している。 この潜水艦に搭載された方の有効射程は 14km であったとはいえ、本艦の射撃は通常、潜望強深度から方針のみを海上に出し、単純なビード式小準器を使用して行うものだった。手法の一撃で敵艦を撃沈するか、使用不能にすることは、この潜水艦にとり重要なことだったが、理由はこの手法が海面上においてのみ、再装点可能だったことによる。 本艦は全長90.14メートル、先行時の排水量1980トンでポーツマス沿岸で運用された。この艦の浸水は1917年7月9日であるが第一次世界大戦の実戦に参加することはなかった。1923年方針への海水流入により発砲時に方向の大きな損傷を引き起こした。 1925年11月12日、この艦は、英仏海峡における訓練中、乗員69名全員と共に沈んだ。スウェーデン船、ビターが潜航中の M1 と衝突し、潜水艦は、深度70メートルの海に沈没した。この衝突は、艦隊から砲を引き剥がし、搭載部分の穴を通して海水が内部に氾濫した。この内部の浸水により、 乗員は脱出ハッチを開いて脱出を試みたと思われるが彼らの遺体が発見されることはなかった。1999年海洋冒険家イネス・マッカートニー率いる潜水チームによりこの潜水艦の残骸が震度73メートルの海底で発見された。この年の終わり、残骸は歴史作家リチャード・ラーンと BBC テレビジョンのドキュメンタリークルーに 再び訪問を受け、2000年3月、収録フィルムが放送された。この残骸は、1986年軍事異物保護法において保護された場所という指定を受けている。ありがとうございます。